はお前何様だよっていう、いやマジふざけんなよってそれは思いましたよね。かえりチャンネル、はい、和洋折衷コーディネーターかえりです。皆様お帰りなさいませ。はい、今日はですね、皆さん結構気になっているであろう着物警察についての話をちょっといろいろしていこうかなと思っております。それでは早速レッツゴー、かえりチャンネル。はい、というわけでね、早速喋っていくんですけれども、そもそも皆様着物警察という言葉ご存知でございましょうか。なんかちょっと耳で聞いたことはあるけれども、実際どんな人たちなのかっていうのを知らない人結構多いかなと思いますので、東洋経済さんというところが2019年に、記事にされていた内容によりますと、あれですね、若い女性がこう着物を着てこう外出した時に、街でこう見ず知らずの年配の女性にこういきなり呼び止められて、帯締めの位置が低いでしょうとか、帯と着物の色が合っていないとか、さらにはですね、それポリエステルでしょって言ってちょっとバカにされたりとか、ひどい時はこう勝手に帯を直されたりとか、まあそういうことをする人たちのことを、まあ着物警察とまあ総称して呼んでいるっていう形みたいなんですよね。じゃあ実際に街を歩いてる着物の民たちが着物警察に遭遇したことがあるのかっていうことがちょっと気になったので、今回ですね、インスタグラムとツイッターの方でちょっとアンケートを取ってみました。その情報をちょっとこっちにバーンと出していこうかなと思います。はい、まずツイッターの方ですね、まあ、投稿した記事こっちに出てるかと思うんですけれども、まあ、着物警察遭遇したことありますか、教えてくださいって言ってアンケートを取りました。まあ、この微妙っていうのが、そのこれ着物警察なんかな、ちょっとわからんけど、なんか声かけられたことあるからこれどうだろうという思う人が多分いらっしゃるかなと思ったので、一応微妙という欄も作ってみました。はい、結果こっちに今出てますけれども、遭遇したことがある 7%、ない 77%、微妙 16% となっております。まあ、微妙っていう人たちはきっとあるの方に加えていいんじゃないかなと思うので、まあだいたい 25% ぐらいかなの人は遭遇したことがあるという結果になっております。ちなみにこれは151票いただいております。ご協力ありがとうございます。はい、ただですね、こちらですね、そんな着物を着てないような方も投票してくださってたので、多分この割合はもうちょっと上がって、40% ぐらい遭遇したことあるとかになるんじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、ツイッターの方はこんな感じでした。で、続いては、インスタグラムの方、はい、着物警察遭遇したことありますかというこれアンケートを取って、遭遇したことがあります 12%、ないです 88%。こちらはですね、投票数は137票でございました。ご協力ありがとうございます。なのでまあ、インスタとツイッターの方を被ってる人もいるかもしれないですけれども、だいたい300人弱ぐらいの人アンケートを取った結果がこんな感じでした。なので、まあ、半分弱は言い過ぎかな、30% ぐらいの人かなは遭遇したことがおそらくあるのではないかなという結果になっております。で、実際にですね、どんなことをされたのか、よかったら教えてくださいって言ったところ、何人かが教えてくださったので、どんなことをされたのかっていうのもちょっとご紹介していこうかなと思います。はい、まず一つ目ですね、スニーカーを履いててみっともないと言われましたというのがまず一つ目。そして二つ目、襟の抜きすぎだと言われましたという文ですね。はい、そしてですね、成人式後に、まあ、着崩れてしまってっていうので、こうそれじゃダメよって言って、こうおばちゃんが2人こう寄ってきて直されたのかなっていうことがあったっていう方、あとは駅のホームで見ず知らずの人にこう曲がってるわよって言って急にこう帯つかまれて直されたりとか、ブーツ合わせ変ですよって指摘されたっていう方であったりとか、あとはですね、大勢の人がこう参加してるイベントでこう楽しんでたら、こう和洋折衷の格好をしてたみたいなんですけど、いきなり裾をめくられましたと。いや、ちょっと待って、裾をめくられました、これただのセクハラだからっていう、いや普通にダメでしょっていう感じになっちゃうんだけど、まあ、裾をめくられたっていうご意見があったりとか、まあ、そんな感じでね、コメントいただいていたりとかしました。で、まあ今ね、並べた通りこんな感じなんだけど、私実際に、まあ、さっき言ったように見ず知らずのおばちゃんたちに、まあ、しつけついてるわよって言ってブチブチってちぎられたっていうのがあったのとか、
あとはこう自撮りをするじゃないですか。私基本的にこの iPhone でね、自撮りをしてるっていうことがほぼなんだけど、自撮りするとこれ合わせて逆になるんですよ。それが指摘されたっていうことがあったりとか、あとはまああとはね、これ着物警察というよりかはなんかね、指摘したいだけの民みたいなのもいるわけなんですよね。こう今回いろいろコメントいただいた中で結構思うのが、着物警察ってこう一括りに言ったとしても良かれと思ってやってる方々もいらっしゃるんですよね。私のこのしつけとかついてるよっていう件に関しても、しつけついてるとまあちょっと恥ずかしいよって言われるようなものだったりしつけはやっぱりしますし、あと合わせが逆っていうのもやっぱりその恥ずかしいことなので、合わせを教えてくれた方に関しては表のコメントとかでは指摘しないで、誰も見てないような DM とかでくださって、ちょっと見たんですけれども合わせ逆ですよっていう感じで丁寧に、すごい間違ってるんじゃないですかみたいな感じで教えてくださったので、その方は全然着物警察じゃないんですけれども、本当そう良かれと思って教えてくれたりとか直してくれたりっていう人もやっぱりいるんですよね。やっぱり着物ってまあ昔からあって、こう着付けっていうのがちゃんと確立されているようなものになるので、それにのっとっていないっていうのは、まあ、昔からきちんとこういろいろ着付けをしてきて着てる人たちにとってはやっぱりそれはおかしいものっていう風に思うので、その若い人たちがそういう着方をしてて間違えてたら教えてあげなきゃってなってしまうのもまあまあわかるっちゃわかるんですけれども、ただその思いはすごく素敵なんだけど、それで若い人たちが怖がって着れなくなってしまうっていうのはやっぱり違うかなっていう風に思うんですよね。で、着物警察の中でも私教えてあげる分には別にいいと思うんだよ。ただ何が問題ってデリカシーのない人たちがちょっと多すぎるなっていう感じなんですよね。だからさ、こう指摘するにしてもさ、帯を直すにしてもさ、いきなりそれダメよって言って頭ごなしに否定して、いきなり何も声かけないで直すってなったら、そらさ着物関係なく嫌じゃないですか。だからどっちかっていうとデリカシーがないような、そういう問題のような気も私は結構していたりします。着物ってさ、成人式の方の話とかでも、成人式の着物ってあれ100万とかするじゃないですか。買ってたりとかしたら、まあそれなりのお金がかかってる分を、まあ見ず知らずの人に触られるわけですよ。そりゃ嫌ですよ。だってさ、着付けとかに行ったらさ、白い手袋とかしてさ、着付けてくれてるようなもんですよ、あれ。だから、もうほんとデリカシーがないんだよ。だからダメなんだよ。私はそう思うわけなんですよね。まあ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 、いろいろめっちゃ熱を込めて語ってしまいましたけれども、あとはね、着物警察の話とはちょっと違う感じにはなっちゃうんですけれども、言うてこういう服ってさ、なんか衣装みたいに取られがちだったりするんですよね。で、私の中ではさ、普段着なんだよ。だからさ、衣装とかさ、コスプレとかそういうの言われるのさ、めっちゃ嫌なんですよね。ツイッターの方でコメントいただいてた方がいらっしゃって、まあちょっと着物警察に遭遇したことはないんですけど、まあ和洋折衷コーデ、まあ着物とスカートとか合わせてたのかな、お出かけした時にすれ違い邪魔とかに、何あのコスプレって言われたりとか、なんか今日イベントあるのかなって言われたりとか、なんかキャラクターをイメージしたコーデとかでユニバに行った時は、今日は何の仮装ですかって言われたりとか言われて、なんかすごく傷ついたっていうコメントいただいてたんですけれども、まさに私が思ってるものもそれです。もうなんだろうかな、普通にこういう服装を楽しんでるだけだから、まあとやかく言わないでくれっていうのはすっごく思うんだけど、まあまあしゃないよね。一般から見たらまあ衣装だしコスプレだよねっていうのもあるので、まあまあそういうのは聞き流さないと多少仕方ねえのかなっていうのも思ったりはするんだけどね。まああとはあれですね、まあ結構いろんなこと言われたりするっていうのを一応情報共有というので言っとこうかなって思うのは、褒めてるようで褒めてない民が結構いるそうなの。なんだろう、いやー変わってる服してるわねって言ってんだけど、私は結構、あそうなんですよ、結構変わってるでしょって言ってニコニコこう対応するんだけど、実は後々考えると、あれこれ褒め言葉じゃなかったんじゃねみたいな感じのニュアンスの人って結構いらっしゃるんですよね。私はまあ普通の着方をしてるけど、そういう着方もあるよね、私は気にしないわみたいなことを言ってんだけど、明らかに上目線で言われてるみたいな時も結構ありますし、あとはこの子着付けができないからこういう着方してるんですよっていう紹介をされたりとか、いやお前何様だよっていう
いやもう私の顔がマジで申し訳ないんだけれども、いやマジふざけんなよってそれは思いましたよね。ちょっとごめんね、愚痴みたいになっちゃって。なんだろう、価値観の押し付けみたいなのは結構受けますね。まあそんな感じだ。でまあいろいろこういう話をしてきて、まあこれを見て初心者の人がまあちょっと怖いなって思われるかもしれないんですけれども、まあ基本的にそういう着物警察って言われる方でこう指摘してくる方は大体まあ良かれと思ってやってるっていうところがあるので、あんまり気にしない方がいいと思います。そういう人はねいるので。で普通の長着の着方をしてると、まあ昔から着てるような着方なので結構着付けとかについていろいろ言われてしまったりっていうのがあるかもしれないんですけれども、和洋折衷コーデでまあ着物と、まあ、こんなスカートとか合わせてればもう普通の昔からある着付けとは全然違うので、多分長着とかの着方で初心者さんが頑張って着付けたものとかに比べれば、まだ着付けについて言われるっていうことはちょっと少なくなるのかなと思うので、ちょっと心配な方は多分こういう着方をしてる方があんまりなんか着物警察的な人に捕まることは少ないのかなっていうのはちょっと思ったりはしますね。大体多くの人はね割と好意的ですよ、意外と。なんか割と受け入れてくれる人とかも多かったりはするので、まあちょっと茶化されたりとかいうのは多少あったりはするかもしれないですけれども、まあ自分たちもさ、なんかちょっと変わってるような服装の人とかさ見た場合さ、わあすっごい変わってる服装してるねって自分の中で思わないのかっていうとさ、やっぱり思うじゃないですか。だから結構そういうのはさ一緒だと思うので、まあ変な目線をこう浴びせられたりとかした場合でも、まあそんなもんだと思っていただいた方がいいのかなっていうのは私は思ったりします。かえりチャンネル。なのでまあまあなんか怖い話ばっかりしてしまいましたけれども、そんな怖がらないで来ていただけたらなっていうふうに思っております。なんかいろいろ過去に言われたことがあるよっていう方はぜひぜひコメント欄とかで教えてもらえると嬉しいなと思っております。はい、ということでね、今日の動画参考になったよっていう方はグッドボタン、高評価ですね。そしてチャンネル登録、インスタグラムのフォローとよろしくお願いいたします。それではまたね、バイバーイ。